こんにちは、プロトリフチャンネルです。こちら一見リキダ、バーベナのリキダのように見えるのですが、実はリキダはスラーッと立ち上がってしまって足元何もないというところですが、このバーベナサントスはスラッと立ち上がるということもあるのですが、下からモコモコといっぱい一緒に花を咲かせてくれるという性質があります。バーベナ自身、このリキダの系統というのは非常に丈夫です。どんどんと株が茂ってきて、いっぱい春から秋まで咲いてくれます。スラッとというのもいいのですが、コンパクトにいっぱい花が咲くというのもこのサントス非常にいいのではないかと思います。丈夫ですから、よく日の当たるところで管理をしてください。水は乾いたら極端に乾かしてしまうと葉っぱの先がチリチリとなってしまうので、極端な乾燥は嫌います。まあ、乾いたらしっかりやってください。水は、肥料は液体肥料を月に3回春から秋の生育期間中にやっていただければどんどんと咲いてきます。終わったら切り、終わったら切りということで、もこもこといっぱい花を楽しんでください。